本日は機械学習回帰におけるシャップリーチの活用法というタイトルで学習院大学経済学部ロ田が発表させていただきます私の話は、えー、7個まず1番目グラフィックスによってシャップの意味を説明いたします、えー、シャップリーチというのを AI の方で使えるようにしたものをシャップというふうに呼んでおります 2番目説明変数による協調ゲームが元になっているというお話3番目が理論です、えー、シャップリーチの公式の説明をしますそれからまたその公式でどうのように計算されるか事例を説明しますで4番目として何がシャップリーチのアドバンテージなのかそれはデータの特性を考慮していることを説明いたします えここからは事例として、えー、世界の自動車製造業の株価回復率の回帰を行ったもの。それから2番目の事例として、サッカーですね。J リーグにおけるサッカーで勝ち点を上げるには、アカデミー育成に尽力すると良いですよ。というようなお話を。これはですね。 企業がどうやって成長していったらいいか、その成長パターンに重要なファクターをこう見つけるというような話の一つとして、サッカーの話をします。最後にまとめです。それではまず、あのグラフィックスによって、簡単にシャップの概念を説明させていただきます。これ、横軸に今、データが20個あります。 縦軸がののターゲット値の変差ですつまりアベレージからどれだけずれているかマイナスももちろんあります。このターゲット値の偏差をシャップというのはこう説明変数に分けてくれます。ですから、えー、今赤と青にしてありますが2番目のデータはほとんどが説明変数1の 貢献によっててターゲット値ができている4番目は青い方がほとんどです。このようにデータによって重要なファクターが異なってきます。これをこうシャップ、これをこうするのがシャップです。またシャップの効用としては横軸に 説明変数、縦軸にターゲット値をとって散布図を書いてやると相関係数が出るはずなのに出ない。どうしてかなと思ってシャップ、この説明変数のシャップに変えてやると高い相関が出てきますで。これはデータの特性を考慮しているからです。え この辺については、あの、おいおい説明します。2番目、協調ゲームであるということ。えっ、ー、とですね、オリジナルのシャップリーさんが作った理論はシャップリーチです。で、それを機械学習の方で使えるようにしたものが、ルンドバークさんたちのシャップです。オリジナルの方では、N 人のプレイヤーがいて、協調ゲームを行っています。 白石さんと白田でソニーにアルバイトに行って2万円もらいました。そこに白山さんが加わってソニーにバイトに行くと10万円くれました。この3人にこの10万をどのように分配すべきでしょうかこの問題に対してシャップリーさんはユニーク界を与えて、えー、それがシャップリーの公式です。でこれで ノーベル経済賞の元ができたわけです。さあ、この理論を使って、ルンドバークさんは、N 個の説明変数の回帰があって、それぞれの各データのこのターゲット値の偏差をですね、もけた金額に置き換えてで、どういうふうに説明変数に分けたらいいでしょうかということに、 というふうに置き換えました。いいですね。そうすると、こう、4番目がソニーで、これがパナソニックだったとする。だから5番目のデータの説明変数、1番目のシャップ値はどれだけですかというふうな値が計算されます。でデータによって重要なファクターが違ってきます。 はい、次、理論に行きましょう。重要なのは、特性関数、ニューというものを定義してやる。これが重要です。N 個の説明変数の任意の部分集合に対して、どのような報酬、ターゲット値が得られますかというのを与えるのが、このニューです。リアルナンバーが1個。それが、 報酬ターゲット値に相当すするものです例えば5つ説明変数があった時に1番目と3番目の説明変数だけでどのぐらいターゲット値が得られますかいやそんな関数定義できるわけないんです。ええ理論の上でこんな感じというようなお話はできませんがプラクティカルな事例でニュ を定義すすることはまず無理ですそれで長い間そんな関数作れませんということで、えー、悩んでいたわけです。そこにルンドバークさんの解です、えー。それだったらこういうような回帰モデル FX を使って疑似的なニーを計算すればいいじゃないか。えー、これはですね2変数 で、すこの回帰モデル Fx を使って Nu の類似関数を作ってやればいい。しかし Fx の値というのはえ1個のデータ説明変数だけでというのでは計算できません。 そこでルンドバークさんは、じゃあ参加してない説明変数に対しては、平均値を入れておきましょう。ミッシングバリューは平均値で置き換えて FX を計算しましょう。で、そうやって、ニューを近似的に決めていきましょう。というふうに考えたんですね。このミッシングバリューは平均値を入れるというのが、 非常にこうリーズナブルな考え方です、えー。私の専門の経営学の方の企業評価においても、その企業が業界平均より上か下かということが非常に重要です。ですから、まあ、業界平均の値をまずは入れて、それでこう FX 計算してやるんですね、えー。非常にリーズナブルな考え方だと思います。 えー、例えば、説明変数1個だけの時、ニューはいくつになりますかと言ったらば、説明変数には平均値を入れればいいんです。で空襲号に対するニューはいくつですかと言ったらば、両方平均値を入れればいいわけです。さあ、これで特性関数の μ が定義できました。じゃあ、それを使ってシャップを計算していきましょう。 I 番目の説明変数のシャップ。まあ、正確には K 番目のデータの I 番目の説明変数のシャップ値となるわけですが、えー、どうやって計算するか。これはシャップリーさんのオリジナルな公式です。ニューを使って集合 S に対する報酬、I がそこに加わった時の報酬、差をとって、ここ重要ですね。 で、これの確率というものをこの項で説明します。説明変数が1個ずつ参加するとして、まず、これが集合 S だったとします。そこに I 番目のこれが来ました。えー、ここまでで、えー、と S の階状通り、順列の通りがあります。かける1個来た。そして残りのものの階状をある。 それがこれですね。で、あとはこの確率と実際の差分の3メンションを N の中から任意の S に対してこう足し合わせてやればいい。N バックスラッシュの i というのは全体の N から i 引いたものの集合という意味です。これが i のシャップ値です。 じゃ、計算してみます。説明変数が2個の場合で考えていきましょう。SGR とインベントリーの2つの説明変数があったときに、何にもないところ、業界平均、業界平均が入って、そこに SGR が来ました。それから、インベントリーだけがいて、こっちがミッシングバリューで平均値ですね。そこに SGR が来ました。この2通りしかないです。 5050で,50で確率で足し合わせたものが SGR のシャップ値となります。計算した例でこれはまた違うあのデータなのでここの業界平均の値が違いますが何にもないところに SGR が来たインベントリーだけがあるところに SGR が来た。 でそれぞれこうデータごとに、えー、この貢献、この貢献を50/50 50で足し合わせて、これが SGR のシャップ値です。次にですね、データ特性を考慮した、えー、これはどういうことかというと、えー、データの内部構造が こう、周りからこう、評価できるんですね。で、シャープというのは各データの特性関数、NEW に基づいて計算されています。そして、各説明変数のターゲット変数値への貢献がどれだけですかというのを導出してくれました。で、もちろん、こう、従来の統計よりいいのは、従来の統計で例えば線形回帰っていうと、 平面でこう、モデル作るわけですね。そうすると全体的な傾向しかわからない。で、その複雑形状の回帰モデルを使って特性関数を計算して、それを使ってシャップを計算するとですね、特性に考慮した、あの、結果が得られる。で、それは絶対的な値による判定ではない。 それはどういうことかというと、例えば伊藤レポートで日本企業の ROE というものは8%を目指すといいですよという提言がありましたけれども、会社によってはうちは5%でいいんですとか、8%、うーん、10%でも足りないかもしれませんというように、企業の内部構造というのは違うわけですよね。また、医学の例で人間ドックで、えっ、ー、と、 みんな8時間睡眠を取らなくてはいけませんと言われても4時間でも元気だしジャンクフードばかり食べていても元気な方はいるわけですよね。ですからその人の特性によって病気の発症率っていうのも変わってくるわけです。それはみんなその人のキャラクトリスティックファンクションによって違ってくるからですということです。 会期、えー、分析であの機械学習でもう一つ言いたいのはこ,うこれディシジョントリーがありますけれども高いターゲット値に盗撮するアプローチは一つではないということなんですね。えー、とこれは山口健司先生、今日大の経済学部にいらっしゃいますけれども、まあ、一緒にやったあの研究ですけれどもこれ すべてが高ければそれは優秀な企業になるでしょういや。ここのところで有形固定資産がちょっと低かったんだけれども ROA が8.1だったらばクラス A になる確率が高いですねというアナザーアプローチを見つけるというところが回帰の醍醐味だと思います。まあ、これについてはもう後でもう一事例を説明します。